足の裏は立てて、座骨も立てた状態で、背筋はまっすぐ、体を背骨からゆっくりと前に倒していきます。息を吸って吐きながら前へ。次に今度は足を開脚していきます。できるところで構わないです。自分のできる範囲で開脚して、で足首は90度で、そのまま横に倒していきましょう。では右から、そのまま手を上げてゆっくりと倒していきます。ここで5秒キープします。1、2、3、4、5、元に戻して、今度は両手で前にまた倒していきます。この時にちょうど胸と膝小僧、こちらをつけるような感じで、決してこういうふうに丸くならないように股関節を伸ばしていきます。おっぱいと太ももの前面がちょうど当たるような感じで、こちらも5秒キープ。1、2、3、4、5。体を起こして、では反対側に行きましょう。では今度は左側に。手を上げて、右手を上げて、そのまま左の方に倒していきます。そういう時にしっかりとこの脇腹、横の脇腹を伸ばしていくような感じでイメージをしてみてください。ここで5秒キープ。1、2、3、4、5。では体、上体を上げましょう。では今度は両手を親指つかむような感じでイメージをして倒していきます。骨盤からちょうど倒していくような感じで、でおっぱいとあと太ももの前面ですね、これがぴったりとくっつくようなイメージで倒していきます。5秒キープします。1、2、3、4、5。ではまた上体を上げて、今度は足を閉じましょう。正座になります。正座になったら少し足を開いて、両手を前について、徐々にこのまま体を床につけるような感じで、股関節がゆっくりと伸びていくのを感じていってください。では四つん這いになっていただいて、でちょうどこう肩甲骨を寄せるような感じですね。でプッシュでアップ、プッシュアップ。ちょうど肩甲骨と肩甲骨がこう合わさるような感じにをイメージしてみてください。ちょっと分かりにくいと思うので、ちょっと上半身を脱いで後ろ側だけ見せますね。ちょうどここの肩甲骨と肩甲骨を合わせるような感じで、これが床だとしたらこれをプッシュ、この動き、この動きを先ほどの四つん這いのポーズで行っていきます。体操座りになっていただいて、そのまま後ろに寝っ転がりましょう。で、ちょうど足を肩幅に開いて、で、お尻をぐっと天井の方に向かって上げていきます。その時にちょうど恥骨が斜め上、おっぱいの、乳頭の方も上の方を意識してぐっと手のひらを下に向けて、手のひらで押していきます。ぐーっと胸を開くような感じで、でお尻をぐっと上げます。恥骨を前に、恥骨を斜め前に持ち上げるような感じで、で余裕のある方は今度は両手を中で組みましょう。肩甲骨を寄せていきます。でさらに床を押していきます。でもしも腰が痛いなっていう、その腰にもしも持病がある方、無理をしないで、こういったヨガのブロック、ヨガブロックがあると一番いいんですが、これを床に、この自分のちょうどですね、これは仙骨の下に敷きます。これでだいぶ軽減されます。で余裕のある方は逆にこのヨガブロックを内ももで挟んでください。それを中にグッと内ももで挟むような感じで、これはインナーマッスルを強化します。つまり膣筋を締めていきます。その時におへその下、指3本分下、丹田、2本か3本分下の丹田というツボ、これを意識してぐっと締めていきましょう。これで膣筋がだいぶ鍛わります。お尻もヒップアップ、中のインナーマッスル、膣筋もぐっと中で締まります。両足を手で包んで、お尻を床につけたままゴロゴロとストレッチ。チャイルドポーズになります。息を整えてリラックスをしていきましょう。今日も一日お疲れ様でした。